とても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てのことがうまくいってるかのように見えるよね。本当は二人しか知らない。初めての電話は受話器を持つ手が震えていた。二回目の電話は留守電にメッセージが残ってた。七回目の電話で今から会おうよって、そんな普通の毎日の中始まった。恋人たちはとても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てのことがうまくいってるかのように見えるよね。手をつないで歩こうとする私に照れていたよね。それから何度目かの夜を飛び越えて帰りの車の中でキスをしたよ。私たちへ